長野県千曲市のオバステ棚田周辺。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成オバステ棚田とは、日本の中部地方の長野県千曲市八幡にあって、イニシエより、田ゴと月の名所と歌われてきた棚田である。オバステの棚田とも言う。オバステ山の名を関してはいるが、この棚田の造成されている基礎にあたる、 関係者地形が属しているのは、カムリキ山の山麓ではなく、山邦山の東側にある選挙区高原の東側から北東側斜面に広がる線状地上の地形であり、これを指して、学術上はオバステド石流体積物地形と呼んでいる。オバステ棚田は基礎にあたる関係者地形の上に造成されている。この地形の成因について、主たる学説として、 以下の二つがある。三方火山で流雪旧宝石土再動雪、歌川広重、六十四周名所杖品の更品殿、毎月京大山名称浮世絵揃いもの、六十四周名所杖の第二十五景。縦尾湾西木へ。火影五年八月観光。水を張った棚田の一つ一つに満月が移り込み、これこそが古ニシエより人々を引きつけてきた、タゴトズキというもの。 左手下段には中継として千球川、同じく上段には円形として京大山を配しており、しかしあくまで近景の多言月が主題であることを色使いでも示している。棚田中、長楽寺、お媒師を近景に配した上で千球川と京大山と月を延望できるとなれば、棚田中伊勢よりは東を望む画角と推定できる。なお、地形は大胆に誇張されている。 水を張る前の棚田石筆品の国皿品群八幡に広がる棚田の水を張った水田の一つ一つに映り込む月は古くから田ごと月、田ごとの月と歌われるほど美しいことで知られていた。この田ごと月とは長楽寺の文字田である四十八枚田に映る月を言い,い今も多くの地図上に名称を示す印はこの棚田、オバステ棚田。 おばすての棚田の位置に示されている。長楽寺文化財も参照のこと。鎌倉時代の歌人、藤原家隆は、田ごと月を、歌材に、さらしなやおばすてさんの高根より嵐を分けていずる、月影と呼んでいる。千枚田とも呼ばれる多くの棚田が形成されるようになったのは、江戸時代からとされているが、上杉謙信が、麓の武水別神社に挙げた。 武田信玄打倒の元門に、祖母社山田ごと純満月の影との行があり、永六七年には田ごとに月を移す棚田の存在が、すでに広く知られていたと考えるのが相当である。安土桃山時代には、豊臣秀吉が天下に聞こえる月見の名所として、品の晒品とむをお島、それに勝る京都伏見港と三箇所を挙げている。品の更品の名月である田ごと月を、 日本三大名月の一つに挙げたということになる。他にも、近世には、品野国のサラシナ土佐国の桂浜、山城国の東山を三大に挙げるものと、山城国東山に変えて、大見国の石山寺を挙げるものが見られ、これらはいずれも三大の筆頭に、品野サラシナを挙げている。このように、古より称えられてきた棚田を、主とする地域は、 1999年5月10日、オバステ名義で国の名称に指定され、これをもってオバステ棚田は日本で初めて文化財に指定された農耕地となった。後に上名市地区が追加指定される。同年7月16日には農林水産省が選定する日本の棚田百選にも選出された。また日経プラスは2008年9月6日号の1。 紙面で全国に数ある月の名所の中からオバステを第一位のお月見ポイントに選んでいる。2010年には名称指定地に追加選定地域を合わせてオバステの棚田名義で重要文化的景観に選定された。棚田の下部地域では近年の道路工事に際して弥生時代の棚田が発掘されていて棚田周辺には小規模ながら古墳も散在し棚田によって 一定の勢力を払拭した人々の存在が推定される。かつての棚台の水源は、さらしな川水気源流域の湧き水であるが、その後、選挙区高原にある人口のため池の水を使用していたが、下記の渇水対策として、麓を流れる千曲川の水を汲み上げるとともに、大池用水と併用利用している。ありがとうございます。